どうも、ゴルフプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回は5番アイアンの練習の仕方。人によっては6番アイアンの方もいると思いますが、とにかく長いアイアンをどう練習すればよいか、これについて皆さんに解説していこうと思います。結構5番アイアンをうまく打ちたい、こんな方も多いんですね。まあ、ユーティリティクラブが有効なので、そっちにどん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 乗り換えている方もいらっしゃいますが、特にアイアンの中で長い番手は、どうにかこうにかうまく打てるようになれば、短い番手も思うように打てるようになりますので、ぜひこの5番アイアンをどう練習すれば、ナイスショットにつながっていくのか、これを覚えてほしいんですね。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。いつもありがとうございます。概要欄の方に無料で試せるお試しレッスンがありますので、ぜひリンクの方を開いてみてください。お待ちしてます。そして、レッスンに通ったことがない方、まず一回体験してみてください。どういう感じでレッスンしているのか、皆さんのお住まいの地域のレッスンで構わないと思います。はい、皆さんのゴルフをですね、お手伝いしたい、そう思ってる、我々ね、プロがいっぱいいますので、ぜひね、まずは一歩踏み出してみてください。それでは早速いきたいと思いますが、この5番アイアンを正しく打とうっていうのは、まず結構難易度が高いです。これをうまく、ね、こうなってしまう方が結構多いんですね。じゃあこれどうすればいいのかということなんですが、2つ今回はポイントを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずひたすらに練習しすぎるのも良くないと思っておいてください。というのは、全然うまくいかない。ね、もうそれが何回も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 嫌になっちゃいます。ですから、5番アイアンはほどほどでいいです。ほどほど。ちょっとチャレンジしてうまくいかなかったら、すぐ9番アイアンとかに持ち帰ってください。このチャンネルでは9番アイアンとか、ショートアイアンを練習しましょうということを進めてますよね。ですから5番アイアンが、ダメだ、もう諦めよう、ね、それでまずは大丈夫です。そういうマインドを持ってほしいということですね。無理にやらなくても大丈夫というふうにまず思っておいてください。そして2つ目、とはいえそんなことはね、うまく打てないんだったら打つな、ね、それじゃあそのね、5番アイアンをどうやればいいかということに別名になってないだろうということだと思いますので、もちろんそうです。ちゃんと打ち方を解説します。それは5番アイアンがうまく打てたというその事実が結構大事なんですね。そうすると6、7、8と5が打てたらうまく打てるようになりますので、これはどんな形であれ5番アイアンが打てたというのが大事なんです。なので少し短く持って、まず短く持った時点である程度ボールをヒットすることがしやすくなると思いますので、それをまずやってみてください。そしてボールが上がりにくいクラブなんですね。ですから最後のフィニッシュをしっかり取るというのが大事です。ですから今コントロールして打ったんですが、あんまりボールが上がらないんですね。ですから最後までしっかり振り抜いてあげる、フィニッシュを取ってあげる。そうするとパーンとボールは上がりますので、これで5番アイアンが、あ、気持ちよく打てたなという、そういう体験、自信がつくようなショットが打てます。こんな風に5番アイアンを、まあ、短く持って打つんだったら6番アイアンでいいじゃないかと思うかもしれませんが、もちろんそれは間違ってません。ですが5番アイアンを打ったんだぞと、ね、5番アイアンも意外と打てるんだな、こんな経験が皆さんの自信につなげて、ね、つながっていくと思いますので、5番アイアンを練習しすぎない、ほどほどでいいですよ、ね。ですがちょっと短く持って、ね、スパーンとフォロースルーをしっかり取ってあげるとボールが結構上がりますので、それで成功体験を感じていく、これが大事になってきます。ですから2つ、ね、やりすぎないけどやるんだったらこんな風にやるといいよということを覚えていただくと、5番アイアンに対する意識が変わっていくと思いますので、ぜひやってみてください。皆さんがこの5番アイアンでコースでスパーンとグリーンを捉えるような、そういうショットを打てるようになるのを期待しています。最後に高評価、ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。